こんにちは、ビューティーバザーのおじゃんです。今日の方、おめでとうございます。昨日のね、ガチャ更新待機配信をお付き合いいただきありがとうございました。土曜日のね、何時からだったっけ、9時半から、約2時間ですか、はい、やらせていただいたんですけど、本当にまあガチャ結果の方はね、皆様に大変喜んでいただけるような、ね、結果となりましてね、皆さんにはね、僕なんか右脇腹の本番なんかいいねじれてるんかぐらいちょっと痛かったんですけどね。では、はい、ちょっと久しぶりの動画になっちゃいましたが、結構ちょっとぶっ飛ばしすぎまして、はい、私も台風の中ちょっと調子崩しそうになりました。もう崩れかけました。はい、でちょっと一日遅れなんですが、あの日のコミュニティに書かせていただいたんですけど、はい、こちらね、来ておりますね。魔法石10個モンスターハンターコラボガチャでございます。はい、それに加えて、こちら5連続で回すと、なんて言ったらいいの、ポカポカアイルコラボガチャでしたっけ。はい、こちらも来ております。で、実はね、今日ね、ちょっとクエストというかダンジョンやってて、1個だけね、ポカポカアイル村デラックスガチャ、はい、引かせていただいたんですけど、ニノプロネコだとか出まして、はい、早速ですが、一応ちょっと待ってくださいね。はい、こちらがね、柴犬丸のモンハンのキャラでございます。もう全くやる気がございませんね。やる気なかったんかな、この時。で、武器も超団子を落としますね。っていう感じなんで、はい、もうね、今魔法石224個あるんですけど、ちょっとやっぱりね、メインアカウントに比べてちょっとやり込み要素はやっぱ少なかったんですけどね、サバカーっていうのもあって、はい、まあこちらですわ。はい、今回狙い、こちらでございません。魔法石10個5連続のおまけの方でございます。はい、黒飛び猫一択でございますね。はい、1点狙いでございます。はい、珍しくね、芝居丸5回連続で5連続ガチャ回していきたいと思います。それではね、早速芝居犬が黒飛び猫をね、使う時に使う時が来るのか、はい、皆様がこの目でお確かめくださいませ。それではよろしくお願いします。はい、まずはね、普通のモンスターハンターガチャですね。はい、こちら、10分の1、昨日ですけどね、はい、受け取りました。はい、それだ。はい、これは別に僕最悪ね、モンハンのキャラは弾になるのかな、弾も全然なかったんで、はい、ゴアマガラいただきました。ちょっと声聞いてみましょうか。で、散々ね、こういう流れはもう生放送とか直前の生放送でもやらせていただいたんで、ちょっと割愛させていただきます。でも初ゲットですね。武器が、なんかしゃがるマガラなん、しゃがるんや。そうなんや。しゃがる。ちょっとよくわからないんですけど、しゃがるって意味は。はい。じゃあ、ポカポカアイル。これでね、別にダイヤ出ても全然いいんで、はい。お願いします。これ猫が寝ると可愛いっすよね。金やった。これはレイヤ猫。はい。レイヤ姫なら知ってます。スターウォーズですね。よし。それでは、ユーザー情報ですね。はい。ユーザー情報。購入履歴。はい。村夫224ですね。はい。334やったらね、ちょっと阪神ファンの方にとっては、ちょっと、聞き覚えのある、ね、数字かもしれないですけど、僕、あんま、いや、知っています。はい。それでは、はい。魔法石10個、はい。5連続、いきたいと思います。ここはね、はっきり言ってね、あ、もうわかんないですよ。ほんまに、モンハン全然知らなくて、でもほとんどね、パカって開くと思います。はい、これ、アシュですね、アシュ。あー、ネタバレ食らってん。パウルム、アシュ。はい、これ結構いいんかな、どうなんやろね。まあまあ、いいと思う。しか言えへん。モンハンはね、ほんまに、僕ね、何回もね、ちょっと生放送とかで言わせていただいてるんですけど、何やったっけ、あ、ちょっとネタバレ食らってますね、これ、多分。ほら、横に並んで、あ、壊れた。そうそう、僕、モンハンね、PSP 時代のモンハンをやってまして、アイスボーンちゃうわ。イベルカーナちゃう、これ。イベルカーナやんね。ちょっとかっこいいねんけど、イベルカーナちょっとかっこいい、よくないですか？僕、あんまりわかんないですよね。アブソリュートゼロ。おー、ゼロいいですね。僕ずっとゼロの称号をつけてるんで。そう。モンハン、あ、間違って、また。
これもキリンアシュじゃなかったっけ、結構引いたんでね昨日ね、本当生放送見てくださった方本当にご飯が進むとガチャ動画でございました。はい、まあ、ガチャ配信でございました。ちょっと待って、はい、 OK。 それだ、これで来るかもしれんからね、これで来たらね僕どうしようかな、夏休みちょっと引こうかなと思ってるんですよね。はい、はい、これが散々こっから僕ダイヤ出た像を届けできたことがないというのをお話ししようと思ったらまだお届けできない。はい、それでは引かないといけないまだ。これ何やな、フロギー猫、はいはい、もう早速かぶっていくね、猫はかぶっていく、はい、ああこれなんかかわいい、フルフル猫かわいいですね、なんかフルフル猫かわいいですね、なんか、あ、バギー猫、バギー猫ね、僕ね初期のアカウントでもねちょっと狙ったんですけど出てなかった、持ってなかったか、あの浮いちゃったんですよね、モンポにして、結構もう軽減はもう一時期流行ったんですけどちょっと廃れちゃったじゃないですか、なんか昔からやってはる方はご存知かと思いますが、はい、ご気にしてね、 OK。 じゃあまたこちら5連続回していきましょう。はい、5連続50個一気に壊る、壊るじゃなくて、あの全然下回ってね、今消えるってちょっと怖いっすね。おっ来ましたね、こっちで来られてきた、複雑なんですけど、まあまあ知らない。おー、これどのアカウントででも出てるんですよ、僕が主に動かしてる3つの、はいはいはい、ちょっとね BGM はねいつもあの入ってないんで、あの僕勝手に変えちゃうんで申し訳ないんですけど、はい、なるはたた姫いぶしまきひこ、はい、ちょっと言いにくいわ。しかも、そうだ、ごめんなさい。もう、わかんないんで、ないんですけど。武器がいいとか？かんなりの、これも漢字読めへんし。あ、冬武器なんや。あ、ドラゴンキラーも作っとるね。武器良かったんすね、これ結構。はい。神タイプになるんですね。ドラゴンタイプになる武器でもちょっと欲しかったな。さあ、終わりましたよ。さあ、終わりましたよ。山つかみ。これも覚えてます、さすがに。パズドラやってた山つかみの1体、2体は覚えてますわ。1体しかおらんけどね。OK。あ、これはあれですね。クックギャット。ヤンクックってことです。ほんまごめんなさいね。ほんまモンハン好きな方、ほんま申し訳ないです。ほんまわかんないですよ。もうこればっかりはね、もう許してください。わかっててもパズドラのキャラでさえ名前わかんないんで、僕、ほとんど。ほんまね、もうダメなんですよ、もう最近ね、ここは。はい、これ耳や。はい、ここですね。記憶力がちょっとね、あかんですよ。はい。それでは、5連続の負けガチャ。ポカポカアイドルがデラックス。いきます！ここが本番みたいなとこあるんで、ここでカチャンと、カチャンという音をね、カチャンと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 、カシャン！おーい！絶対初めて映像にできたんちゃうかな。イノシシ、イノスケ猫。ファングネコ、はい、ドキドキしてるんですけど、はいはい、出るかな、はいはい、カーバネコね、はいはい、おお、ちょっと待って、キリステルにやって、キリステルに、いやマジか、マジか。最近芝居のね、好きなキャラに関しては、ちょっとガチャンが回ってきてるっていうね。やった。いやー、どうしよう、ちょっと待って。いやー、これキリステルニャーですよね。これボイス欲しかったっすよね。どんな、そんな、いやー、よかったー。いや、来た。ちょっともうちょっと回そうかな、もう。どうせね、ま、アップデート記念でいただけた石なんで、僕こういうの別に、もともとなかった石だと思ったら、ま、ちょっとね、もう半分ちょっと、薄いとこがあったんで、はい。僕もちょっと、モール多いんで薄いとこはないんですけど、ちょっと、ほんと申し訳ない。いらんこと言うと思った、はい。よし。あ、
リアンゴロスやったっけ、なんていうっけ、あ、さっきも言ったな、ラージャンでしたね。ごめんなさい、ほんまにね、ほんまにモンハン疎いんですよ、僕。疎いっていうか、あの、キャラクターのね、あの、姿を選ぶ、アバター選ぶところでちょっとリタイアしちゃって、そういうの見なくて、ネルギガンテ、はい、ネルギガンテ知ってる、なんか昔三種の神器みたいなの言われてましたね。どっちだったっけ、こっち違うわ。あ、いいやん。武器強いっすからね、なんか。なんか後々ね。これ、あ、ガラ、これが、ガンギエフ。あ、ガランゴルムや。ごめんなさい。ガランゴルムのインパクト強くて、なんか名前の。え？何これ？玉道の足とか。希少種？え？玉道目の、玉道目で言うてもたかい。玉道の中でも、希少種。あ、これルーレット、これ多分メインで持ってへんわ。水闇火でしょ。あ、でも多色なんかでも、これバーテンダークルトいたかもったらめっちゃいいんすけどね。で、これは、なんだっけ。ラギーアックルス、はい。いつからいらっしゃったキャラかを、ちょっと、僕もあの、記憶が定かではないんですけどね。はい。記憶にございません状態なんですけど。それではちょっとこっち行きましょうか。はい、5連続ポカポカ入る、いきます。もう一体出てもいいよ、全然。もう一体出たらあれか、あれ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 、卵の色が、あー、全然その卵の色が変わる時点の問題、以前の問題ですので、ね、お話になってない、これだけです。はい、レックスですね。はい、かわいいな帽子、これジャギー猫か。気合いを入れるな、気合いを入れるなを噛んじゃった。気合い入れ直しますね。これだ。レウス猫ね。はい。わかんないんですよ、ほんまに。よしよし。じゃあ、それだ。あー、ちょっとボックス拡張します。はい。もう4個ね、もう全部拡張してきました、もう。はい。あれ ?5 連続の負け。あ、ちゃうわ。引けへんかったんか、そもそもまだ。あれ、引けへんかったんか。あ、そうか。ごめんなさい。ちょっとボケてますわ。はい。それでは、ラスト5連続。モンスターハンター。あの、まだクエストも全然やってないんで、はい。あれですね。もうクエストで、追い黒飛びもできると。追い黒飛び猫はちょっときついかな、さすがに。ベイオロス、アシュミ。はい。いや、並んどる。インタバリ食らったんちょ、見逃してた。バルファルクですよ、これ。バルファルク、使える方すごかったな、なんか。いや、今でもすごいんですけどね。ちょっと待ってくださいね。はい。それでは、ラスト、ぽかぽかアイルームが締めて。さて、5連続の負けガチャ、ぽかぽかアイルームから温かく迎えていただけるんでしょうか。ぽかぽか言うてるからね。はい。ぽかぽか岩井さん出てありますね。でも唯一のね、ダイヤが、はい。こんな感じでございました。これは違いますかね。ここではダイヤ出てませんだけどね。それでは、結果見ていきましょう。はい。これ、モンハンの方がね、入手順があれか。この、上に登っていくようになったんですよね。順番が。ゴアマガラとか、ちょっと、ここを見ていただいて、僕はもう全く名前がわかんないんで。で、こちらが、はい、こちらがアイルーですね。はい、もうこれですわ。ここが欲しかった、ほんま欲しかった。いやー、ちょっと最大強化しちゃおう。スキルレベル上げれへんわ。あ、変身キャラか上げれへんか。はいはい。いや、黒飛び猫出ました。ほんま、やっと黒飛びキャラ、黒飛び系のキャラなんか、初め実装された時に手に入れることができました。ほんま。よかった。ちょっとまた交換所ちょっとしてっと見ますね。あ、交換所はこちらかっていうか、まあ、ちょっとあれですね。やっぱ元から少なかったんで、ちょっと出しにくいっすね。まだまだ。はい。はい。それではね、こんな感じで。それではね、黒飛び猫と一緒に、皆さんとお別れ、ここら辺でお開きにしたいと思います。リクラスの皆さん、ありがとうございました。よろしければ、動画の感想や皆さんのガチャ結果など教えてくださると嬉しいです。あと、あれですね、ガチャ更新待機配信とか、皆さん見てくださってる方いらっしゃいましたら、もしあれってどうなんですかね、皆さん。結構あれですか、朝早く、僕も、朝ね、弱いことはないんですけど、めちゃめちゃ、
僕もいい年なんで、ちょっとくたびれることが多いんで、もしもし、ね、電話ちゃうねん。はい。あの、ちょっとね、その感想とかも教えていただけると嬉しいです。はい。あとはね、概要欄の X や、その他ものもチェックしていただいて、もしよかったらフォローしていただけると嬉しいございます。はい。それでは、今回はね、この辺ね、お開きにしたいと思います。見てください。これ、また言うてま、動画撮るの久しぶりすぎて、また言うてまってね、一人タイムリープしてますが、はい。今回の終わりだ、私、ゆうてです。ゆうてございました。それではね、皆さん、良きモンハンライフをお過ごしくださいませ。それじゃあね、バイバイ。